毎度。今日は花金。うん。今日はね、山崎をちょっと飲もうと思って。たまたまね、コンビニ、ファミマに寄ったらね、一本ありましてね。うん。ね、税入れたら2000円超えなんですけどね。やっぱ買ってしまいましてね。うん。今日本当はね、いろんなネットで情報流してくれる方のやつを見たりしてると、セブンがね、今日、昨日の夜か、今日、夜から今日にかけて入るんじゃないかっていう予想してみましたけどね。まあ、セブンもね、今日午前中1軒行ったんですけどね、たまたま。うん。だから、ね、なかったんで、ああ、そらないわなって。でも、何にの気なしに、タバコ買うついでにね、立ち寄った、ファミマにね、すごい乱雑にね、日課セッションと並んでね、置いてました。うん。おぉ!ラッキーと思ってね。うん、ラッキーって言っても、まあ2000円やからね、これ1本がね。まあそれにしても、今の山崎の相場からしたら、見つけたら、まあ買うやろっていうね、ウイスキー好きならね。うん、で、まあ、一本捕獲してきたんで、まあ、在庫が一本増えたんですけどね、まあ、中途半端に空いてる、これをね、今日ちょっと処分しようかなと思って、こっちはまあ、3割くらい、こっちはもうほんのちょっと残ってるんでね、無駄にはできないので、これをハイボールにして飲みたいと思います。うん。これはね、もう去年とかに買ったやつやから、仕込みの粘度が違うんですよね、多分。うん。今日買ったやつは、ひょっとしたら新しいバージョンなのかな?もう全部一緒ですけどね。それとも、去年瓶詰めしたやつがそのまま残ってるんかな?うん。まあ。今度飲み比べのためにちょこっと残しとこうかな。うん。まあ、その年によって微妙には違うんでしょうからね。うん。まあ、フルボトルの方がね、俺、100周年記念ボトルの去年やったんでね、ちょうどそれが、まあ、許せる値段。山崎9800円、響き8800円やったかな。うん。それリカマンでね、買って、それは、さすがに開けれないんでね。箱に入れてし、ここに取ってあるんですけどね。うん、まあ、今ね、もう、リカマンとかで見ても、もう1万5000円以上知ってるんでね。まあ、いい時に買えたなぁと、思ってますけどね。では、山崎ハイボール、今日1杯目です。ね。一仕事してきましたんで、美味しく飲めると思います。いただきます。山崎を飲んどるっていう頭がね、それも美味しい方向に働くんですね。うん。実際ね、味のことはいまいちよく俺には分かりませんけどね、美味しいと思います。うん。ね。心すれ違う悲しい生き様に だけど、この目に映るこの街で僕はずっと生きて行かなければ人を傷つけることに目を伏せるけど優しさを口にすれば人は皆傷ついてゆく。
待ち続けなきゃならない。正しいものは何なのか、それがこの胸にわかるまで。僕は街に飲まれて少し心を許しながら、この冷たい街の風に歌い続けてる。ちょっと本気になってください。ちょっとじゃねえか。ではね、良い週末を。では。